皆さん、おはようございます。インダーのミャクウボーイ、キングタクです。私の合宿記者では無事、7500回達成しましたイエーイ今日は、7500回記念ということで、久しぶりに、キングタグ検定をやりたいと思います。はい。10問出します。3択です、すべて。はい。私に関するクイズを出題します。第1問。私が最近、動画を配信したものは何でしょうか最近です。3択出します。 次。英会話。料理さあ、最近ですよ。どれでしょうここ最近です。はい。正解は、料理でした。第2問目いきます。第2問。今年、ボーリングチャレンジマッチでお会いしました。そのお会いした相手は誰でしょうか石巻氏です。はい。えー、小池咲さん。 川崎ゆいちゃん。小野上萌香さん。すぐ、どれでしょう最近あった選手ですね。正解は、小池咲さんでした。はい。第3問目。はい。私は、えー、公式チャンネルやっててます。いろいろ立ちましたけどもね。はい。次のうち、 全制覇達成したのはどれでしょう山形県内で。道の駅。ボーギング場。えー。ラーメン屋。正解はボーギング場でした。今年のうちに達成しました。私は復帰戦最後、米沢市で飾りました、復帰を。はい。これが全店舗さ達成を捧げる復帰です。はい。第4問目。はい。 私にとって新しい取り組みを行ったそうです。その公式チャンネルで新しい取り組みは何でしょうラジオ感覚で聞けます。オーレオーレオールナイトニッポンえー、パンパクパーンどうでしょう第4問。正解は、オールナイトニッポンでした。キングタクのオールナイトニッポンのコーナーでいろいろ雑談して、ラジオ感覚で聞く。 番組でございます。公式チャンネルの。はい。第5問目。えー、っと。私にとって一番苦手な食べ物があります。その苦手な食べ物何でしょう抹茶。えー小豆。えー 生クリーム。どれでしょうもう簡単ですね。正解は小豆でした。私、小豆が苦手なんです。実は。はい。もう、故郷は食べれるんですけども、小豆。まあ、オンとか、コシ粒、あんはダメです。はい。白あんは全然いいんですよ。はい。第6問目。はい。最近ゲーム、まあ、私はこうしてゲーム配信してます。そのゲームの名前は何でしょうか スーパーマリオブラザーズ。モータローー電鉄昭和、平成、令和も定番。遊び大全さあ、どうでしょう私はこっちチャ見ればわかります。正解は、モータローー電鉄昭和、平成、令和も定番でした。第7問目。はい。えー。第7問目いきたいと思います。 私の料理コーナー、料理用で最初に作った料理は何でしょううどんミートソース、うどんペペロンチーノ、うどんカルボナーラ。正解は、うどんカルボナーラでした。動画を見返せばわかります。はい。第8問目。えー 埼玉県、私埼玉県行きますね、親戚の家に。その中で、えー、よくは行きませんけども、一番行くとこはどこでしょうラウンド1、ララポート、三井アウトレットパーク。さあ、どれでしょうちょっと引っ掛けかもしれません。正解は、ララポートでした。ララポート、不死身は行きましたね、昔と今も。はい。第9問目、はい。 ええと。山形ファミリーボール大石直町ブービー賞を獲得しました。これで通算タイトル何個目でしょうか今日までです。はい。2個。3個。4個。正解は3個でした。次でラストです。はい。次でラスト。はい。 私の公式チャンネルもこれからもまだまだ続きますが、えー、っと、えー、私は公式チャンネルの中でジャンル、一番多いジャンルは何でしょう雑学、キングタクの p 以外、地元のことや旅行関係など、 ジャンルが多いものです。正解は、地元や旅行関係などでした。皆さん、十問お分かりでしたが、全問正解の人は私になれますね。はい。キングタクオになれます。はい。全問正解すると、はい。一つで、まあ、全部間違えると、もう一回動画も見直してくださいね。はい。多いですけどもね。はい。というわけで、これにて閉幕、キングタクオー検定でした。 キングダック検定でした。バイバイ。